よろしくお願いします。私はゆずきです。今回は私が事情を説明します。まずはじめに、カズさんがいろいろと忙しいので、今回の動画はちょっと遅かったです。本当に申し訳ありません。さらに、今日からは以前よりフィーチャーされたのスキンとは少なくなります。すべてのスキンがキャラクターの成長を示すわけではありませんので、そういうの決まったんです。ご理解いただきありがとうございます。最後で、この動画にお楽しんでくださいませ。This party's getting crazy! Let's rock!グーテンターク、指揮官閣下、ゼー23と申します。一緒に勉強して頂点を目指しましょう。私を見る時間がありましたら、より字の本を読んだ方がいいですよ。私だって、恥ずかしがったりはするもん。指揮官に何を用意すればいいだろう。最近疲れているようだし、マッサージとか。頭撫でるだけでごまかせる子じゃないです。指揮官、ちゃんと仕事してくださいね。勉強は大切ですよ。知識は力なりと偉人の方がおっしゃっていました。フランスといえばベーコン？ったく、もう何を言ってるんですか。疲れましたか。はい、休憩も大切です。膝枕ですか？しょうがない。少しだけですよ。指揮官は知っていますか？高いところに立っていれば遠くが見えるけど、より孤独を感じることを。指揮官には高いところを目指してほしいですけど、その時にも今のように毎日楽しんでいてもらいたいです。いらっしゃいませ。お一人様ですか？指揮官、今の笑顔は硬くないですよね。指揮官、あまりジロジロ見てはダメ。笑顔笑顔。ご注文は何ですか？このお仕事で料理も勉強した方がいいよね。あ、すみません。ご注文のものはこちらになります。ふぅ、お仕事はなかなか大変ですね。でも、いい勉強になりました。指揮官、ほら、この笑顔、前よりずっといい感じになっていませんか？指揮官、こんばんは。今、ジャベリンたちと、もしよかったら、パーティー会場で一緒に歩きませんか？最近、笑顔が多くなった理由ですか？指揮官が頼れるようになったからではないでしょうか。ラフィーとジャベリン、そして綾波、私たち4人が、いつも一緒にいるような友達になるなんて思いもしませんでしたね。ダンスですか？しまった。こうなるのを想定していなかった。指揮官、このまま教えてもらいながらや、
やってもいいですか？そういえば指揮官、私はこういうのには疎いと自覚がありますけど、つまりその今日の私のこの格好は指揮官からしてはですね、その綺麗ですか？素直に I love you。 ジャベリンはいいけど、ラフィーと綾波がアイドルをやるなんてすごく心配ですから、私が面倒を見るしかないですね。あ、指揮官、私への応援も忘れないでください。マネージャーのお仕事を頼まれるのは嬉しいですけど、私だってアイドル活動がありますよ。もう指揮官、この企画でみんなに楽しんでもらうのもいいですけど、私たちの本来の任務を覚えていてくださいね。指揮官が頑張ってるし、私もしっかりしなきゃ。I'm fucking invincible。お待たせしました。どの衣装もすごく素敵ですから、準備するのにちょっと時間がかかりまして、この衣装はいかがですか？指揮官、この間作った料理ちゃんと食べてくれましたか？うんうん、いい子いい子。指揮官、ここで読書していますから、何かありましたら声をかけてください。指揮官にふさわしい子でいられるよう常に勉強しないと。指揮官が真面目に頑張っている姿、なんだかかっこよくて何でもありません。それより何か軽く食べませんか？こういうのは執務中ではなく、せめて仕事が上がってからにしてください。もういくら私だって、何でもありません。指揮官が目指す先がどんなところだろうと、嬉しい時でも悲しい時でも私はずっとそばにいます一人には絶対にしませんから。